もらう、まあ、昔は遠慮しますという方が多かったんですが、まあ、もらう方が多かった。そして1回目の失敗をいじる人が意外と多い、もらってもらわないとね、愛ですよね、いいこといいこと、そして1回目よりも会場で泣く方